こんにちはにモノモース。私はバーチャルユーチューバーのモノモース。今日はヘノコの埋め立て問題に切り込んでいくぞ。この問題には法的な争いや地域の声、国防の必要性は入り混じっていて、すんごい複雑なんだ。沖縄県が敗訴したってニュース、聞いた沖縄県が提出した設計変更の不承認をめぐる戦い、ついに裁判で国の勝利が決まっちゃったの。これでヘノコ新基地の建設工事が進む流れになってしまったよね。さてさて、ヘノコ新基地には賛否両論があるけど、この敗訴判決には大きな意味があるよ。もちろん、国と地方の関係、 系における歴史的な判断だよねだけどここで注目したいのは沖縄の人たちの声だね県民は実際どう感じているかってものすごく重要だと思うんだ沖縄県民のコメントを皆さんにもシェアしちゃうね辺野古の埋め立て予定海域は普天間基地の移設統合に必要だし反対派が言ってるような新基地じゃないよとこういう意見もあるんだよ逆に反対意見も強くてダブルスタンダードを疑問視する声もあるね僕の意見は私はね地元の意向を尊重しつつ国の安全保障もしっかり考えるバランスは大事だと思うんだ理想としては国 地元がが同じ方向を向をいて進めること大切だよねでもこれは難しいだって、沖縄県民の中には、文庫移設には賛成する人たちもいるけど、その場所によっては反囲せられちゃうんだから、これにはもっと議論が必要だと思うよ。動画の終わりにもう一度言うね。地域の声と国防のバランスは大事。県民の意見を無視しすぎてはいけないし、一方で国全体の安全も考慮に入れないと。僕たちはこの問題を真剣に考え、一緒に解決策を見つけるべきだよ。最後まで聞いてくれてありがとう。視聴者のみんなの意見も聞かせてね。じゃあ、また。 二つ犬の動画で会おうね。バイバイ。